このホームで連勝記録を伸ばします。そして群馬は昨シーズンは終盤に調子を上げまして、このビッグサンデーの勝利から3連勝でシーズンを終えました。今キックオフ、群馬ボールで試合が始まりました。さあ、そして高木ドリブル突破、クロス上げてファーサイド、鈴木ブロックして、ロメロブロック、新潟先制ゴール。前半の13分、ロメロフランクが押し込みました。じゃあこのゾーンのコーナーキックからの流れのスローインの、はい、そのゾーンの人に誰が誰にっていうのがはっきりしない間のそこをうまくついたゴールでしたね。まさに何回もこのセットプレーのチャンスがある中で工夫を入れながら縦パスを入れました。あ、このワンタッチうまさがあります。そして裏に抜けた左サイド高木です。クロス上げていく鈴木、新潟追加点、前半の19分、高木から鈴木のヘディング。を上げてここだなと狙いを定めて蹴ってますから、新潟としては相手のスペースを作って、ハーフライン付近でもうすでに始まっていて作って、クロス上げてヘディング、これはいい位置に蹴っていきました。そうですね、ゴールが生まれてもおかしくないような。前半は48分を迎えようとしています。ファーサイドヘディング合わせていきますが、ゴールを超えていきます。ここで前半終了のホイッスルです。今後半のキックオフ、エンド変わって右から左に攻めるのがオレンジの新潟。まあ、前々節の怪我が心配されましたが、試合が再開しています。クロス上げて決まった、に向かうっていうこの、加藤のクロスですね、真骨頂を発揮したんじゃないでしょうか。ロメロフランク推進力を生かしていく、切り返す高木、ワンタッチ追い越した藤原、クロス上げてファーサイドフリーになっている本間紫音、トラップしてシュート、ただここはすでにフラッグが上がっていました。後半いい試合を継続できるかというのが一つ課題になりそうです。そしてここはノーファールで奪い返しました。堀米浮かせてファーサイド、ポストに当たった。全体を押し上げようとするのが群馬です。いい位置で奪いました。クロス上げてファーサイド、最後は青木へというところでしたが出てこれなかった。で結果的に堀米が空き、 そして本間紫音、本間紫音1対1になる、本間紫音パスを出した、ロメロフランクだ、決められない、決定機でした。新潟先ほどから前線からプレスをかけていますからボールを奪いたいところ、しかしここは堀米からクロス上げてフリーになっている鈴木だ、谷口見る余裕がありましたよね堀米もね、はい、最後に鈴木もキーパーを見て落ち着いてという蹴っていきます。しかし鏡がボールを抑える。ここで試合終了のホイッスル、新潟が勝利しました。これで開幕4連勝、新潟の勢いが止まりません。